ナンバーアンダーラインアイが「M ステ」で再び話題にその魅力を徹底解説「M ステ」で輝くナンバーアンダーラインアイの秘密とはファンからの絶賛コメントを紹介ナンバーアンダーラインアイの進化するパフォーマンスナンバーアンダーラインアイというグループが最近の「M ステ」出演で再び注目を集めています彼らは SNS 上で高く評価され そのプロフェッショナルな姿勢とメンバー間の結束力が多くの人々を魅了しています。彼らのパフォーマンスは一級品であり、ファッションセンスも一層洗練されており、多くのファンから愛されています。彼らの魅力は単なる外見やパフォーマンスだけではありません。品が良く、場の雰囲気を読んで行動する能力、そして礼儀正しさが際立っています。例えば、騒ぐべき時には騒ぎ、 落ち着くべきときには落ち着くというメリハリを持ち、決して下品なことを言わず、ときには天然な一面を見せて場を和ませることもあります。これは高祝いのファンからも好感を持たれる要因となっています。彼らの人柄はその行動や言葉からにじみ出ており、上品で知的、そして優しいと評価されています。実際に「M ステ」での彼らの姿を見たファンは、ただ座っているだけで輝いていると感じるほどでした。 あるファンは、自慢の推しです、とまで言い、彼らの品の良さを称賛しています。また、別のファンは、パフォーマンスではバッチリ見せると述べ、そのギャップが彼らの魅力の一つであると強調しています。ぬいぐるみを投げてくれたというエピソードをあげるファンもおり、その気さくな一面もファンを引きつけています。本物のアーティストとは、まさにナンバーアンダーラインアイのようなグループを指すのではないでしょうか。 彼らの礼儀正しさは業界内でも知られており他のアーティストやスタッフからも高く評価されています「M ステ」でのパフォーマンス中他のグループが騒ぎすぎたり他人の話を遮ったりする中で No. アンダーラインアイのメンバーは冷静に場の空気を読み和ませる行動をとっていましたその結果高祝い、y、のファンからも No. アンダーラインアイのイメージが上がったと評価されています ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、礼儀正しさと節度を持ちつつ、人々を楽しませる能力を持っています。これはなかなかできることではありません。例えば、彼らは場をわきまえた行動をとり、周囲への敬意を忘れません。その結果、ファンからの信頼と支持を得ています。彼らの礼儀正しさは、単に外見や言葉遣いにとどまらず、行動の一つ一つに現れています。 例えば「エムステ」でのパフォーマンス中他のグループが騒ぎすぎたり他人の話を遮ったりする中でナンバーアンダーラインアイのメンバーは冷静に場の空気を読み和ませる行動をとっていましたその結果高祝いのファンからもナンバーアンダーラインアイのイメージが上がったと評価されています彼らのパフォーマンスも最高ですファンは彼らのパフォーマンスをバッチリ見せると評価しており そのプロフェッショナルな姿勢に感銘を受けています。あるファンは、ちゃんと空気を見て、盛り上げるところは盛り上げると述べ、そのメリハリのあるパフォーマンスが彼らの魅力の一つであると強調しています。さらに、彼らは人々を楽しませるだけでなく、周囲への敬意を忘れない姿勢が評価されています。例えば、彼らは場をわきまえた行動をとり、他のアーティストやスタッフに対しても礼儀正しく接しています。 これにより、ファンからの信頼と支持を得ています。また、彼らのパフォーマンスは常に進化しています。ファンは彼らの進化を目の当たりにし、その成長を見守る喜びを感じています。彼らのファッションセンスも一層洗練されており、そのスタイルは多くのファンから愛されています。彼らの魅力は単なる外見やパフォーマンスだけではありません。例えば、 彼らの品の良さや場の雰囲気を読む能力、そして礼儀正しさが際立っています。これは高いワいのファンからも好感を持たれる要因となっています。彼らの人柄はその行動や言葉からにじみ出ており、上品で知的、そして優しいと評価されています。実際にエムステでの彼らの姿を見たファンは、ただ座っているだけで輝いていると感じるほどでした。あるファンは、自慢の推しです、とまで言い、 彼らの品の品良さを称賛していますまた別のファンはパフォーマンスではバッチリ見せると述べそのギャップが彼らの魅力の一つであると強調していますぬいぐるみを投げてくれたというエピソードを上げるファンもおりその気さくな一面もファンを引きつけています本物のアーティストとはまさにナンバーアンダーラインアイのようなグループを指すのではないでしょうか彼らの礼儀正しさは業界内でも知られており 他のアーティストやスタッフからも高く評価されています。例えば、彼らは場をわきまえた行動をとり、周囲への敬意を忘れません。その結果、ファンからの信頼と支持を得ています。彼らの礼儀正しさは、単に外見や言葉遣いにとどまらず、行動の一つ一つに現れています。例えば、エムステでのパフォーマンス中、他のグループが騒ぎすぎたり、他人の話を遮ったりする中で、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーは冷静に場の空気を読み和ませる行動をとっていましたその結果高いワイのファンからもナンバーアンダーラインアイのイメージが上がったと評価されています彼らのパフォーマンスも最高ですファンは彼らのパフォーマンスをバッチリ見せると評価しておりそのプロフェッショナルな姿勢に感銘を受けていますあるファンはちゃんと空気を見て 盛り上げるところは盛り上げると述べ、そのメリハリのあるパフォーマンスが彼らの魅力の一つであると強調しています。さらに、彼らは人々を楽しませるだけでなく、周囲への敬意を忘れない姿勢が評価されています。例えば、彼らは場をわきまえた行動をとり、他のアーティストやスタッフに対しても礼儀正しく接しています。これにより、ファンからの信頼と支持を得ています。また、 彼らのパフォーマンスは常に進化しています。ファンは彼らの進化を目の当たりにし、その成長を見守る喜びを感じています。彼らのファッションセンスも一層洗練されており、そのスタイルは多くのファンから愛されています。彼らの魅力は単なる外見やパフォーマンスだけではありません。例えば、彼らの品の良さや場の雰囲気を読む能力、そして礼儀正しさが際立っています。 これは高祝いのファンからも好感を持たれる要因となっています。彼らの人柄はその行動や言葉からにじみ出ており、上品で知的、そして優しいと評価されています。実際にエムステでの彼らの姿を見たファンは、ただ座っているだけで輝いていると感じるほどでした。あるファンは、自慢の推しです、とまで言い、彼らの品の良さを称賛しています。また、別のファンは、 パフォーマンスではバッチリ見せると述べ、そのギャップが彼らの魅力の一つであると強調しています。ぬいぐるみを投げてくれたというエピソードをあげるファンもおり、その気さくな一面もファンを引きつけています。彼らの魅力は、ただ単に礼儀正しさやパフォーマンスのクオリティにとどまりません。ファンとの距離感を大切にし、常に親しみやすさを忘れない姿勢もまた、ナンバーアンダーラインアイの人気の秘訣です。 SNS 上でのファンのコメントには、彼らがいかに周囲を気遣い、敬意を払っているかが頻繁に取り上げられています。例えば、彼らはファンに対しても丁寧に対応し、ライブやイベントでも一人一人のファンを大切にしている姿が見受けられます。その一方で、彼らのパフォーマンスは一切の妥協を許しません。リハーサルから本番まで、全力で取り組む姿勢はプロフェッショナルそのものであり、 ファンはその真摯な姿勢に感動しています例えば、あるファンは、彼らは本当にプロフェッショナルだと述べ、彼らの完璧なパフォーマンスに感銘を受けたと語っています。また、ナンバーアンダーラインアイのメンバーはそれぞれが個性的でありながらも、グループとしての統一感を持っています。例えば、彼らのファッションスタイルは個々のセンスが光りながらも、グループ全体としての調和を保っています。 これは彼らが互いを尊重し、理解し合っている証拠でもあります。さらに、彼らの音楽は多様なジャンルを取り入れており、その幅広い音楽性がファン層を広げています。